はい。こんにちは。ナあ、たくです。久しぶりに <laughs>、やっと、やっと撮影してますけど、1ヶ月以上ちょっと時間が空いたかなっていう感じなんですが、まあ、そうですね。ちょっとこの間に色々あって、動画を作ることができずなんです。まあ、メインはですね、工事 <laughs> ですね。はい。家の工事が入っちゃって、 まあ、これがもう、3週間近くやってたんじゃないですかね。まあ、その、そもそも、なんていうんですか、えー、足場、足場組から入れると、そして、それの撤去っていうとこまでを入れると、もう3週間ぐらいやってたんじゃないですかね。で、それが終わったら、終わるかっていうか、まあ、その途中からなんですけど、 全く隣も同じ工事始めちゃって <laughs>。だから、うちが終わってもね、うちが終わっても、ちょっと隣のがすげえうるせえなっていう感じだったんですね。で、うーん、まあ、過去もね、ちょっと工事中でね、動画を撮れないよねっていうのとかあったりはしたし、まあ、ライブ配信の時なんかは別に、まあ今工事してんだよって話をすれば、なんですかね、結構適当な話もしてるんで、ライブ配信の場合はね。 別にその工事中だろうがっていう感じはやってたんですけども、ちょいかんせん、あの、工事の音もそうなんですけど、うーんそこにこう、作業にし、しに来てる職人さんたちの結構怒号というか <laughs>、連携の声もさることながら連携をね、こう、あいよみたいなことですよ、一緒の、その、 これを撮ってくれ、あれをやってくれ、みたいなやつの。これはできてんのか、あれはできてんのか、みたいなとかの。声ももちろんさることながら、それ以外はその、なんですかね、叱る <laughs> 下の人たちを上の人が叱るのも、もう、この現場で全部やってるんで、もうね、何回か試みたんですけどね、撮影を。 だけども、せっかく話をしている途中でそういうのが入ってきちゃって、ね、もう一回これあれ話し直しかっていうのが結構何度もあって、もう嫌になっちゃって、正直あ。これはちょっともうダメだと。はい。いうところでやれませんでしたというところですが、まあ、あの、再開はしていこうと思ってます。で、その間にね、あの、様々なこう依頼とかも来ていて、それもこう先延ばし先延ばしでね、 メーカーの方にはちょっと迷惑もかけながらやってるんですけども、はい、順々にやっていこうと思ってますし、えっ、ー、と、この1ヶ月ちょいの間に、やっぱりそのスマートフォンもですね、10、俺が気になってるものだけでも10機種かないぐらいですかね、絞っても5、6機種かな。 出てるんで、それはまあ、今更の動画になるのは承知の上なんですが、これってまあ、俺のメモ的なことでもやっていて、まあ、俺がその都度どんなことを、そのスマートフォンそれぞれの機種にね、えー、印象を受けていたかっていう、それも残していきたいなっていうのがあるので、ちょっとまあ、だいぶ遅れてになりますけども、もう動画もね、順々に出していこうと思ってます。今、ここにちょろっと映ってるのは、あの、iPhone SE、 ですね。今年の、まあ、2022というか、SE3 というかの、の、まあ、スペック表前つく、作り終わったところです。大 <laughs> 体、うん、まあでももうすでにいろんなところで動画だったりとか、メディアもね、えー、記事出してたりするんで、うん多分そんなに話す内容っていうのは変わんないと思うんですけど、あの、見てないですけどね、俺は。はい。あの、基本的にはいつも、 えっと、俺自身は自分の動画だったりとかを出すまでは、極力意識的にですけども、他のメディアだったりとか、まああとは基本的に配信者だったりとかっていうのを、えー、動画やウェブ記事っていうのは見ないようにしてるので、あれですが、まあでも多分そんなに変わった域にはならないんじゃないですかね。うん まあ今、今のところはその iPhone に関してですけども、まあその他にね、Find X5 だったりとかもありますし、えー、シャーミさんもね、あの、まあグローバルで発表して日本で発売しないということになりましたけども、そんなところはまあ雑談っぽい感じになると思いますが、話していきたいですし、あとはその、おっぽ系の、まあ BB 系グループですか。 というところで、いろいろ出てたりするので、そこら辺も追っかけていきたいなと思うのと、あとオーナーですね。先日、去年のシリーズ、マジック4の最上位モデルだったりも出してきてたりするので、今年になって出してきたりするので、ね、そこら辺もちょっと話もしたいですしうん、まあそんなところですかね。で、あとね、まあ全然関係ない話申し訳ないんだけど、スマートフォンと。 ついに、えー、まあ、これはまたライブ配信でお話をしますけども、ゴーストブツシマ、クリアしました。はい。おかげさまで、えー、ゴーストバイヤー東京に間に合うという感じです。まあ、なんつっても、その、朝からね、夕方までずっと工事なんで、その時間帯は、もう、夜にやってたゲームの動画を編集するぐらいしかやることなかったんですよ。 なんで、それをずっとやってて、現状、ゴースト・オブ・ツシマの動画だけでも、編集済みだけで65本できてるんですよね。<laughs> で、頑張ってね、編集はしてたんですよ。はい。まあ、編集つっても、まあ、切り取りだけなんですけど、基本的にはね。いらないところを切ったり、うん、するだけぐらいなんですけど、 まあそれでも全部見直したりしながらやってるんで、それを65本分で、大体がそれぞれ1本あたりが、まあ50分から55分ぐらいの、まあ約1時間分ぐらいの尺のものなんで、それやってたんですよね。1ヶ月の間に65本分もすでに作ってるってことは、割とやってたんですよ。4K でね、しかも。4K でやってたんで。 編集をね。時間はそれなりに書き出しも含めてかかってるのをやってたんで、割とそれはね、普通に作業はしてたっていう感じ。で、まあ、ゴーストブツシマは、一応動画としては今のところできてるのは65本ですけど、最終的には70何本かないやなるっていう感じですかね。いやー、やったなーあのー、息の端までは終わらせて、 ることができまして。ただね、その、息の端の方の、なんていうんですかね、マップの網羅みたいなとこまではまだできてないんですよね。だからそこをどうするかなっていうところなんですけど、まあ、動画外でもいいかな。うん、割とその、息の端も、えー、丁寧には進めましたが、それでも、あのやっぱり、すべての拠点が一箇所だけどっかにあるんだけど、それまだ、できてない、なかったりとか、 ええ、こんなちょっとね、あの、ゲームの内容の話をして申し訳ないですけども、ええ、なんかその、猫とか鹿のほこらがまだできてない、ヤシロかなできてなかったりとか、まあその後はその土のほこらっていうのもね、できてなかったりするんで、うん、土のほこら本当わけわかんないし、まああと弓矢のね、教習、あの、教習とか訓練所みたいなところの、どうしても7秒以下ではできない。俺,俺の、 俺のアクションゲームのスキルだと7秒で的を見ることなんてできないよっていう感じがあったりするんです。まあそれはあの、やってる人にしかわからない話ですが。まあでも、とにもかくにも、えー、ゴースト、ゴースト・ブツジマが本編プラス一期の端までは完了しまして。ちょっとまだ、あの、オンラインの方のレジェンズっていう方はできてないんですけど、本当にね、ゴースト・ブツジマは、 期待通りというか、むしろ期待を上回る素晴らしさでしたね。あの、発表された当時から俺やりたいと思ったんですよ。うん。だけども、当時はまだ PS5 はもちろん持ってなかったのもあるんですけど、PS4 しか持ってなかったくて。で、PS4 も PS4 プロは俺持ってなかったんですよね。で、どうしようかなと思ってたところの中で、他にもやっている、まあタイトルがいくつもあって、 ね、それで普通に、まあ、その、後ろに後ろにずれていった結果で、やっと PS5 に最適化されたディレクターズカットっていうのが出たわけです、去年ね。うわ、出たはい。そっから、まあ、積んでるゲームとかいろいろ消化しての、今回やっとやる時間ができたというところでゴーストオブ f シマやったわけですけども、すごい。 これはね、ゴースト・オブ・何菓子っていうので、ちょっと続けてほしい、うーん、タイトルだなっていうね。これね、海外の人が作ってるので、ね、もちろんその、うーん、なんていうんですかね、ここがちょっとって思うところもあるんですよ。あの、重箱の隅をつくようですが。た、うん、だだその、ハリウッド映画とかを見ててもよくあるのが、 なんか日本人設定のキャラクターが出てくると、よくわかんないところでお辞儀をしたりっていう。まあ、普通にこう、しかもピシッとしてお辞儀をするっていう、よくわかんないところでやったりってよくあるじゃないですか。そう、そういうのも場面も、もう、随所にあるし、あとはですね、ちょっとそのジョークじみたことをですね、あの、言う、そういう会話があるシーンとかもあるんですね。このゴースト・オブ・ツシマ自体がもう結構テーマが重いので、 限りなくそういうのっていうのは少ないんですけど、それでもまあると。でもそれ自体が、やっぱり海外の方が作っている、海外のジョークの、なん,ていうんですか、ノリで作られているので、多分日本人はあんまり笑えない。<laughs> えどういうことっていうこととかも多かったりするんですね。それが、要はその昔言葉というか、うん、それでやられてたりするので、うんっていう、なんだろう今のみたいな。 あったりする、したりもしますし、あとはそのキャラクターのモデリング、それぞれのそのモブキャラも含めてですけども、含めてのモデリング自体が、割と、なんか、ちょっと日本人っぽくない。あの、ザ・アジア人なんだけど、日本人っぽくないな、みたいな、ところはあるんですよね。あとはね、いくらなんでもちょっと、昔と言っても、 で、戦時中とい言っても、ちょっとみんな、ボロボロ、その、特に顔なんかは汚れすぎとかね。ちょっと細かいところなんですけどね。気になったりするとこあるんですが、ね。もうその、当時のその、なんていうんですかね、鎌倉時代とか、その前後ぐらいから、割とその衛生的なところっていうのは、実は日本っていうのは結構意識が高くなり始めた時期で、もちろん女性なんかも一部は、 えー、化粧とかもしてましたし、あの、基本的な、その、トイレとかそういったものも、その衛生的な、その意識が高まってた時期だったんですよね。ちゃんと手を洗いましょうねとか、トイレにすら、やっと手を、手洗い場みたいなもんでき始めてた時期だったりしたんで、意識が高まってきてたところだから、なのに、みんながみんな、かつ、その、殿様というか、一つの城を持っている領主でさえ、すんげえ汚い、 顔、顔にこう,う泥とかついた状態で出てきたりするから、これはいささかちょっとやりすぎっていうふうに思ったりする場面もあったりしますが、まあもちろんあとはその防具、武具っていうものに関しても、まあ当時はないものがね、あの出てきたりもするので、まあそこら辺はある程度ファンタジー感があったりするんだけども。でもそれにしても、そのストーリー構成、プラスそのメインと、あとはそこにこう連なるサブストーリーも、 なかなかこの感情を刺激するような、あのー、ものに仕上がってる。どれも仕上がってるし、で、本編があって、サブがあって、その周りにちっちゃいものがいっぱいあるっていう感じなんですね。サブっていうのは、要は自分の仲間との、あの、ストーリーっていうのが展開されるんだけど、そのちっちゃい、本当にちっちゃい、そのストーリーとかも、結構なんていうんだろうな、その、 うん、当時のそのモンゴルがこうやってきて、その戦場になっている津島っていうものでの悲惨さとかそういうものでの、うん、実際にその日本人であってもこういうことはしちゃうよねとかとかそういうこうものも描きつつなんで、結構リアルにその世界にのめり込んでいけるようなものにちゃんとなってるっていうか。 で、プラスアルファ、まあそのキャラクターのモデリングに対してちょっと茶茶入れをしましたけども、それでもね、あの、それ、その物語物語だったり、自分がいざ戦いに行くぞっていう時も含めてですけど、それぞれのシーンですごく盛大な演出がされていたりするし、それはおそらく世界の日本人もそうだし、海外の人も含めて、世界の人が、ほとんどの人が、なんて言うんだろうな、その映画的な、なんて言う、ノリというか、 こう気持ちを揺さぶられるような映像の演出もされているので、これはすごいなと。で、プラスアルファだからそういったボリュームですよね。うん。これは素晴らしかったです。あの、動画のですね、あのプレイ動画の締めくくりでも今回ちょっと,はちょっと触れたんですけど、あの、正直今回のこのディレクターズカットっていうのはタイミングもタイミングだったんでね。 出てから1年後に俺はこうやってプレイしてるのもあって、ちょうどね、セールもあって買ったっていう感じもあったんです。セール品になってたの買ったんですが、正直、ちょっと申し訳なくも思いました。プレイした後に。あ、これはフルプライスの時でもう全然買っておくべきだったと。それは俺が早く触れてなかったっていう後悔ももちろんありますけども、 なんかちょっと俺のせこさっていうものをやって、本来入るはずだった収益、まあもう数千円ですけどもちろんそんな一人のね、セールで買ってしまったことの、その収益分の差っていうのはね。でもそれでもこのサッカーパンチに落とせなかった俺っていう、そこもちょっとね、恥というか、それぐらい本当に、これはフルプライスで買ってでも、 やる価値のあるゲームだっていうのを数年遅れで感じたっていうところですね。だからディレクターズカットが出るまでに1年ちょっとぐらいあったのかなって考えて2年以上かかって俺はやっとやってるわけですけど、本当に面白い感じです。で、まだまだ俺はその収集するものだったり、えー、まあそれに付随するようなものもあったりするし、もちろんトロコンはできてないんですけど、で、プラスアルファですけども、 えー、2週目っていうものもあって、2週目にはまたね、そのブグのね、さらなる強化ができたり、新たなそのアイテムが出てきたりするんですよね。あの、やることは変わらないんだけど。うん。で、あとはオンラインがあるんで、これはすごいぞ、というところをね、ひしひし,しと感じているところでね、そんな中で、ちょっとゲームの話の方がね、ボリュームができちゃって申し訳ないですけども、25日からの、 ゴーストのエア東京。これは私はもうね、えー、まあデラックスエディションを購入してないので、25日からということになりますけども、すでにダウンロードはしております。はい、ダウンロードはしてある。いざね、こいつが待ってるわけですよ。渋谷の街を駆け回る。ねこう、妖怪、お化け、戦っていくと。 いうところですから。ホラーアクションというのかなこれは本当に楽しみですね。まあ、ゴーストワイヤー東京と言っときながら渋谷の街だけっていうようなツッコみもあるかもしれませんけども、のめり込んでいきたいなというふうに思ってます。ものすごい楽しみにしてるタイトルなんでね。で、まあ、まだやってないので、ど,どういう感想を持つかわからないんですけど、現時点ではね、まあ、そのゴーストワイヤー東京という、 名前だから、できればなんかその追加コンテンツとか、2、3とかっていうシリーズものにして、なんか東京以外の、あ、渋谷以外の街もね、できるようにしてってくれるといいのかなと思ったりはするんですが、うん。なかなか楽しみでちょっとね、ゲー、この、実際のスマートフォン関係の動画よりもゲームの方にちょっとここ1ヶ月ちょいぐらいはね、あの、比重を置いてしまいましたけども、ま,あ、またあの、このスマホにもね、 ちょっと戻していきたいなというふうに思ってます。はい。ちょっとペース上げないとまずいね。上げないとまずいんですよね。で、あの、私事ですけどね、別口のちょっと仕事でちょっと増えそうな部分もあったりするので、その作業分も出てきたりするし、うん。ちょっとね、あの、回転する、うーん、なんていうんですかね、一日の、 あれをね、やりくりをちょっと考えていけないなと思うように思う感じなんですけども。っていうか、この話だからもうすでに暗い時間に話しちゃってるっていうね、あれですけども。またね、あの、ライブ配信も含めてちょこちょこ時間見つけてやっていきますんで、よろしくお願いいたします。ついに工事が終わって動画を撮ることが再開できるというところでした。また見てな。バイバイ。